はい、生き物第一木箱本です。打つにはザクロがいいとテレビで言っていたのでザクロ図を買ってきました。こうやって水で薄めて、2日前から飲んでます。本来バコボン生き物大好きなので本来に行きたいと思います。コーンスネークのスネオちゃん、スネオちゃん本来なら餌をあげる前には触ったらいけないんですけど、今日は特別触りました。さあ今から餌をあげたいと思います。あげるのは冷凍マウス。これ、おお噛みついた。おっしゃおっしゃ。美味しそうに食べてくれてますね。スネークが餌を食べてる間、次の紹介をします。ヒョウモトカゲモドキの名前なんだったかな、忘れちゃったかわいいでしょ。飼って7年目ぐらいになります。はい、レオパちゃん、ほらレオパちゃん、うん、かわいい。おちゃんはねこういったところに住んでます。赤原いもりさんです。赤原いもりさんです。かわいいでしょ、かわいい。映ってねえか、かわいい、かわいいぞ。次がツノガエルさんです。でね、触ったらね噛まれちゃう。触ってみましょうか。ガオガオ、あらガオだ。手がこんなになったんで洗っていきたいと思います。おかやどこれさん、今潜っているので触らない方がいいです。脱皮不完全になります。綺麗なお気に入りのサンゴ水槽、中にはスズメダイとかクマノミさん、サンゴ、ギンポ、イソギンチョクなどいろいろいます。どんこちゃんです。はい、一匹を食べたみたいです。さあ、二匹目をあげます。ほら、よっしゃ。次にお紹介するのが、なんとウサギのぴょんたちゃんです。かわいいんですけどね。抱っこできないんですよね。はい、うさぎのぴょんたちゃんです。こうやってなでなでしたらね気持ちよさそうですね。お次はベタのりきちゃんです。もうね、かわいい子です。餌はね、金魚の餌をあげてます。はい。よし、3匹目だ。どうだ ?3 匹目。よし、やがった。その間にね、別の子を紹介したいと思います。ジャンガリンハムスターのモフちゃん、メスです。メスです。ちょっと噛み癖がねあるので、ね、あんまり触れませんが、はい、かわいい子ちゃんです。はい、4匹目。よいしょ。はい。全部食べ終わりました。
まるとのかちゃん、さあ一緒に遊びましょうかね。はい、まる。ライン。よいしょ。のかちゃん。はい、おいで、お母さんおいで。遊んでる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 。これはね、ショートで追いかけするアイテム。うん。とか、まあ、ぐちゃぐちゃだけど、帽子とか、大好きな。どっちが綺麗だ？綺麗だ、バクボンと。こっちの方が決まってるよな。ははは。というわけで、生き物大好き。バカボンでした。じゃんじゃん。ではね、みんな見てくださいね。いいねしてね。では、これにて。じゃんじゃん。じゃんじゃん。ちょっと待って。前回の何日前だろう、3日前2日前評判が悪かった。なぜだ、なぜなんだ、なぜだ。春になったら90センチ水槽とか掃除して、じゃじゃーんってお送りいたします、したいと思います。ルルジズがまわ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 りません。はいはい、生き物大好きバカボンでした。では皆さん、本当にいいねしてね、いいねしてね、見てね、チャンネル登録もよろしくね。生き物ラブね、お願いね。ではこの辺でバイバーイ。